家の畑の東側の北、東北部に植わっているムーサアイスクリームですが、前のムービーで止め葉、ラストフラッグと、それから方には、まあ私の個人的な分類ですが、仮の方と下方、真の方、真方があるという図解も入れて説明したんですが、今日の状況でそれがはっきりしてきています。バナナハートの上の方にあるのが止め葉、ラストフラッグですね。そうして内側を見せている大きな方、これが仮の方であることは間違いありませんが、その右側、左側の仮の方と、それから右側上の方に見える止め葉の間の方、これはやはり仮の方、第2番目の仮の方、下方でしたね。そうして第2番目の仮の方の右側の方の下から一段目の開花結実があらわになってくるという状況ですね。そうしますと、止め葉を仮の方とみなさなければ、この場合には仮の方、下方が2枚入れて、その後、真の方、真方がめくれて、第一段の開花結実が出現するということになるわけですね。仮の方の上に見えているのが止め前葉と私が言っているものです。明日には第一段、今日の夕方か、今朝ですが、今日の夕方か明日の朝には第一段の開花を見ることができるでしょう。ということは、ナムアトールは一段目まで出ていましたから、次の段も出ているでしょうね。今度は家の近くの西側、畑の西側になるんですが、これが親株、そちら2本が子株と、その間に新しい子株が出てきていますね。この前撮影したのでは、右側の第1段が覗いていたんですね。で、今日は左側の第2段を見ることができますね。バナナハートの上の方にちょんと見えるのが止め葉、ラストフラッグですね。第2段は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10本でしょうかね。まあ明日には3段目が見えて、もしかすると4段目もある程度覗くかもしれませんね。